前回のネコリス。死んだ。はいどうも、ネコリスのネコさんです。友達のみんな、こんにちは。おはよう。さあ、死んだら道具を全部落としてしまった。さあ、道具を回収しに行こう。あれ、いつの間にか満腹になってる。お、死んだら満腹になる仕様なんだね、この国、この世界は。すごいね。ということで、お腹減っても大丈夫なように、今から肉を調達するよ。さあ、肉をよこすんだ。肉をよこせ。肉をよこせ。ほら、君もお肉になるんだよ。ほら、じっとして、暴れんだよ。暴れんだよ。お肉になるんだよ。そしたら、焼肉だね。さあ、焼肉をしよう。さあ、君も焼肉になるんだよ。なんだこいつ。叩かれたらハートを出しやがった。お、こいつもなんか白いのを出したよ。なんか綿毛っぽいね。お、こいつも羽殺して夏に食べるね。お、こいつは一発だ。さあ、君も斧で狩るよ。あ、間違えた。君もお肉になるんだよ。さあ、お肉になるんだ。あと滑るやつやつよ。滑るお肉になるってどういうことなんだろうね。もしかして引きちぎったのかな。上から、これはダークソウルだったら一撃で倒したやつだね。さあ、お肉になるんだよ。さあ、お肉をね、こうやってね、かまどに木と一緒に入れると焼くことができるよ。すごいね。つまりこれは焼肉だね。わーい、焼肉大好き。特にしちゃうほど焼肉は好きだよ。ああ、人の金で焼肉が食いたいね。あ、焼肉美味しいね。